TPP を考える国民会議は日本の国民運動団体。2011年11月5日、TPP 交渉参加に反対する街頭演説会にて演説する副代表世話人の山田雅彦 TPP を考える国民会議は艦隊兵用パートナーシップ協定に対して慎重な姿勢をとる団体である。TPP を考える国民会議はその目的として TPP への拙速な参加でなく、真に国益にかなう経済連携を求めること、さらに国民が TPP を判断するための十分な情報を提供するために国民運動を展開するとしている。その上で、気候風土や文化、経済など様々な違いのある国家が共に共存し、持続可能な地域と世界を作ることを目指すと主張している。また、 艦隊併用パートナーシップ協定の懸念点として、関税の撤廃や、広範な適用範囲、農林水産業への打撃、食料安全保障への悪影響、伝統や文化への影響、などを列挙した上で、国民生活にまで影響が及ぶのではないかと主張している。2011年11月5日、TPP 交渉参加に反対するデモ行進にいて、 TPP 交渉参加反対バッジを着用した川内博士艦隊兵用パートナーシップ協定に慎重な姿勢をとる民主党、社会民主党、国民新党、新党日本など超党派の国会議員約180名が集まり議員連盟 TPP を慎重に考える会を結成した TPP を慎重に考える会の会長には 農林水産大臣などを歴任した衆議院議員の山田雅彦が就任した。2011年2月、東京大学名誉教授の宇沢博文を代表世話人に迎え、新たな国民運動団体 TPP を考える国民会議が発足し、山田は中央大学理事長の久野治と共に副代表世話人に就任した。また、慶応義塾大学経済学部教授の金子まる、 青山学院大学教授の坂木原英介、東京大学大学院農学生命科学、研究科教授の鈴木伸弘、早稲田大学副総長の堀口健次、多摩大学名誉学長の中谷岩尾ら学者らが世話人に就任した。代表世話人に就任した宇佐和は、艦隊併用パートナーシップ参加が何を意味するかを明らかにし、日本の将来にどのような影響を及ぼすかについて、 広く国民格層の考えをまとめて大きな国民運動を展開するとの声明を発表した。その声明の中で、宇佐和は現在日本の置かれている危機的状況を彫刻して真の意味で豊かな、そして人間的に魅力のある国を作ろうと主張し、残されたわずかな力を振り絞って TPP から日本を守るとの決意を表明した。また、2011年11月には、 東京都にて、街頭演説会を開催し、約1000人近い聴衆が集まった。副代表世話人の山田雅彦に加え、衆議院議員の原口和弘や、参議院議員の山田敏夫らが、街頭演説会に参加するとともに、衆議院議員の篠原隆や川内博士らが、先導するデモ行進などが行われた。ありがとうございます。